はいどうも、 YouTube 格闘技大学です。いやー、先日のフルトン井上戦、素晴らしい試合でしたね。フルトンは簡単な相手ではないと方々で言われてきましたが、結果は8ラウンドに2度のダウンを奪っての TKO 勝利、見事に倒しきってくれましたね。内容としても一発のパンチ力に頼って勝ったというものではなくて、あらゆる局面でフルトンを上回ってほぼ完封に近い形で勝てたと言えるんじゃないかと思います。正直10回やったら井上選手が10回勝つような実力差だったんじゃないですかね。とはいえフルトンももちろん決して実力のないボクサーではないんですよ。じゃあなんで井上選手とこれほどの差が生じてしまったのかというと、それは以前に別の動画でも取り上げたステップワークの欠点がフルトンにはあったからだと個人的には思っています。この欠点のせいでフルトンはこの試合で自分の最も得意とするアウトボクシングを捨てざるを得なくなり、前へ出て戦って結果として TKO 負けを喫することになりました。まあその話はおいおいしていくとして、試合展開を1ラウンド目から振り返っていきましょう。まず試合開始早々に皆さん感じられたんじゃないですかね。いつもの井上選手とは構えが明らかに違うと。左手を大きく下げたデトロイトスタイルで重心はかなり後ろに置いています。切れ味抜群のジャブを持つフルトンに対して左手を下げるのはある種の挑発ですよね。ガードを上げるまでもなく対応できるから打ってこいよって感じで、実際フルトンのジャブはスウェーやバックステップ、右手のパーリングなどで完璧に対応できてましたね。左手を下げる意味はもちろん他にもあって、ボディジャブを当てやすいんですよね。この試合を通して井上選手はボディジャブをかなり打っていたので、おそらくはそれが主な目的だったんじゃないかと思います。あと右手と左手の構えの位置が離れることによって相手のディフェンス面での意識も散らしやすいんですよ。今回の井上選手のように下げた左手から強烈なボディを何度も打たれていたら、右手への警戒心が薄れてしまう場面が必ず出てきます。実際ダウンのきっかけとなった左ボディジャブからの右ストレートは見えていなかったというようなことをフルトンは試合後の会見で言ってましたね。重心を後ろに置いていた理由としては、パンチを打った際に上体が突っ込んでクリンチされやすくなるのを防ぐためというのもあるかもしれませんが、前足の位置をできるだけ相手に近づけておくことが大きな狙いだったのではないかと思います。いくら井上選手の踏み込みが速いからといっても、リーチが長くディフェンススキルの高いフルトンを相手にあまりにも遠距離から飛び込んでパンチを打てばさすがに対処されてしまうでしょう。かといって下手に接近すれば長くて速いジャブを打つフルトンのパンチをもらってしまいます。ましてや井上選手は今回左手のガードを下げていますから、被弾するリスクも当然高いです。じゃあどうすればいいか。前足は近づけつつも頭は後ろに置いておく、つまり後ろ重心にしておけばいいわけです。ポール・バトラー戦と比べると頭の位置が明らかに違いますよね。ちなみにフルトンは最初お互いの前足が重なるような位置取りをしていました。これは両者の間に大きな距離ができてジャブの差し合いに持ち込むには最適なポジショニングなんですよ。あと井上選手が踏み込みにくくする狙いもあったでしょうね。つまりフルトンは得意のロングレンジで戦おうとしていたわけですね。まあこれは当然のことですね。が結果としてフルトンは
このポジショニングで自分の首を絞めてしまいます。得意なはずのロングレンジで相手のパンチは届くのに自分のパンチは届きません。井上選手のパンチは届いているのに身長でもリーチでも勝り、特にハンドスピードが遅いわけでもないフルトンのパンチがなぜ届かないのか。これは両者の踏み込みの距離が全く違うからです。井上選手は一気にこれだけの距離を詰めているのに対してフルトンはこのくらいです。お互いのリーチ差以上の距離がありますよね。これによってロングレンジの攻防でもリーチ差をひっくり返して井上選手が優位に立てたわけですね。そしてジャブを打つ際にこれだけ大きく踏み込むためには打ち終わりに前足のつま先側で地面をしっかり押してすぐに後退できるかどうかが重要になってきます。これができなければジャブの打ち終わりにカウンターをもらうリスクが高くなってしまいますからね。フルトンはこの前足でのつま先プッシュが苦手で後ろへ下がるための反力を地面からもらうには不向きなかかとプッシュを使ったり、あるいは単純に前足を引いて下がろうとすることが多いです。そのため長いリーチとキレのあるジャブという大きな武器を持っているにもかかわらず、それを最大限に生かして戦うことができないんですね。この辺は詳しくは別の動画で解説していますので、興味のある方はそちらをご覧ください。このようにフルトンは井上選手より長いジャブが打てず、さらにバックステップをする際にも隙が生まれます。そのような欠点があるにもかかわらず、ステップインをしながらでもバランスを崩さず追い続けられる井上選手を相手に遠い間合いを保ち続けようというのは無理があります。つま先プッシュが苦手だというフルトンの欠点が攻守両面において影響して、ロングレンジの戦いではフルトンの勝機はなくなったわけです。この時点で僕はもう井上選手の勝ちを確信しました。フルトンがこのままロングレンジで戦おうとすれば最悪でも井上選手の判定勝ちですし、リスクを負ってでも前に出てくるのであれば井上選手がダウンを奪える確率がぐっと高まります。どちらを選択してもフルトンにとっては苦しい状況だというのは変わりません。でもフルトンはさすがでしたね。このままロングレンジでズルズルとやられていくことを選ぶのではなく、大きなリスクを取ってでも前へ出ることを選択してきました。実際フルトンが前へ出てきた3ラウンド目から盛り返してきたとは言えないまでも、先ほどまでよりは可能性の感じるタイミングでのカウンターなども打てていたように思います。自分の最も得意とするスタイルを捨てて井上選手を相手にこれができるのは本当にすごいですよ。この試合で僕はちょっとフルトンのファンになりましたね。5ラウンド目にはフルトンがワンツーを直撃させます。気を抜いていたと解説では言われていましたが、これはフルトンの打ち方もうまいんですよ。フルトンの足運びに注目してみてください。右右とサイドへ回ると見せかけておいて、前足をスッと前方へ踏み込んでいます。その時上半身の向きや頭の位置はなるべく変わらないようにしていたのだと思います。ボクサーは基本的に相手の足元も視界には入ってはいますが、周辺視野でなんとなく捉えている程度で、上半身に変化がなければ足の位置が変わっていてもそれに気づきにくいんですよ。フルトンの巧妙な足運びによって井上選手はフルトンが一歩前へ踏み込んできていることを察知するのが遅れたというわけですね。パワーはさておき、この辺のパンチをヒットさせる技術というのはやはりフルトンは高いのだと思います。
にもかかわらず、そのフルトンのパンチをほとんどもらうことのなかった井上選手というのは本当に異常です。第7ラウンド、フルトンはロープ際に追い詰められます。結果としてはなんとかここもしのぎ切ったのですが、この場面でも前足のつま先プッシュができないことによってピンチを生み出しています。フルトンはここで前足を引いてしまったせいで不安定な体勢になり、井上選手が大きなフックを振った後でロープ際を脱出する隙があったにもかかわらず、それができていません。おかげでその後にラッシュを食らってしまいます。ここをつま先プッシュで両足一緒にバックステップできていれば、その後すぐサイドに回ってこの危険なエリアから脱出できていました。ここではなんとか KO は逃れられましたが、やはり井上選手のような超一流を相手にする場合はこうした細かい欠点ですら致命的なものになりかねませんね。こうして7ラウンド目もなんとかしのいだフルトンではありますが、すでに井上選手が1ラウンド目から続けてきた巻き絵は大きく効いていました。その巻き絵とは皆さんご存知のようにボディジャブですね。井上選手が打った全ラウンドのボディジャブをカウントしてみたんですが、ここまでですでに40発以上打っていました。井上選手のストレートのようなジャブをそれだけボディに打たれていれば、嫌でも意識をしてしまいます。実際、7ラウンドの終盤に見せたこのボディジャブのフェイントにも大きくフルトンは反応しています。そろそろいけるなと井上選手も感じ取っていたんじゃないですかね。第8ラウンド、井上選手はボディジャブを単発で2度見せます。しかもこれ僕の思い過ごしなのかもしれませんが、どちらもあえてゆったりと打っているように見えるんですよ。打ち終わりも少しのんびりしていて、ボディジャブの後には何も来ないよって油断させているようにも思えます。ただ井上選手がすごいのは、ここで一度顔面へのジャブも挟むんですよ。これで次にまたボディジャブが来た際にはフルトンはつい大きく反応してしまいます。さて、完璧な下準備が終わったところでボディジャブからの右ストレート、幾重にも張った伏線の末のこの右ストレートはそりゃ見えないですよ。そして見えない井上選手のパンチを食らえば、そりゃこうなりますよ。本能的に右ストレートを食らった後に倒れることを拒否してしまったのがフルトンにとっては災いしましたね。ほぼ無防備な状態で井上選手の左フックを追撃でもらってしまいます。ああこれは終わったなと思いましたが、ここで立ち上がるフルトンは本当に気持ちが強いですね。おまけに大して効いてなさそうに見せるのもさすがです。ですが効いてないわけがないですよね。ここでも足がふらついています。結局井上選手はそのままラッシュを仕掛けてレフェリーストップ。スーパーバンタム級転向初戦で見事にこの階級ナンバーワンのフルトンを圧倒的に下し、2団体の世界王者となりました。マジでモンスターが過ぎます。それにしてもこの試合では改めて欠点を修正する重要性を感じさせられました。つま先プッシュが苦手なことで自分の最も得意とするアウトボクシングを捨てざるを得なくなったフルトン、それをさせた井上選手陣営の戦略と井上選手自身のスキルも驚愕に値しますね。いつか井上選手も K
欠点や弱点を突かれて窮地に陥ることがあるのでしょうか。っていうか、井上選手の欠点や弱点って何って感じですよね。思いつく方はぜひコメントで教えてください。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらコメントや高評価、チャンネル登録などをしていただけると嬉しいです。なおちゃん万歳。